山中康生。山中幸盛は、戦国時代から安土桃山時代にかけての山陰地方の武将。天古氏の家臣。通称は鹿之助。交換では山中鹿之助の名でよく知られる。陽名は仁次郎。天子三傑の一人。優れた武勇の持ち主で、山陰の麒麟寺の異名を取る。天子重勇士の筆頭にして、天子家最高のために、 願わくば、我に七難八苦を与えた前と三日月に祈った、逸話で有名。後世の前半生は、確実な資料が残っておらず不明な点が多い。通説によれば、天文十四年八月十五日、五百四十五年九月二十日に、出雲国富田省、現在の島根県安城市広瀬町に生まれたとされる、詳しくは、羊の謎を参照。 山中氏の家系も不明な点が多い。山中家の経図はいくつか存在するが、有力な説としては、宇田源氏の流れを組む佐々木氏、京国氏の支流で、天子氏の一門衆である。天子清佐賀の弟である、山中幸久を外し、後世は、この幸久の四代、または六代後裔である。山中家は天子氏の家老であったが、父、 三つが創生していたため生活は貧しく、後世は母一人の手によって育てられた。幼少の頃より、甘腰に仕え、8歳の時敵を打ち、10歳の頃から、キ番や軍法に就寝し、13歳の時敵の首を取って、手柄を立てた。16歳の時、主君、天子義久の宝器を手かろ攻めに随行し、元白、稲葉国と宝器国。 現在の鳥取県になり響く豪傑、菊池温八を一気打ちで打ち取った。後世は次男であったため、天腰の重臣である亀石の養子となるが、後に山中華に戻り当主である兄の高校、神太郎に代わって、家督を継いだ。A65 年7月3日、1562年8月2日、毛利氏は天腰を滅ぼすため出雲国へ進軍する。 毛利氏は猿天文4年10月1日、1555年10月16日に、東春方を、五福島の戦いで破ると、工事3年、1557年には、大内氏を滅ぼし、傍聴、諏王国と長渡国を新たに支配していた。また、永禄五年6月には、岩見国を勢力下に収め、中国地方の一大勢力となっていた。 一方の天子氏は当主であった天子春久が A63 年12月24日、1561年1月9日に休止したため、春久の着難、吉久が後を継いでいたが、外交政策の失敗等もあり、勢力が衰えつつあった。毛利も隣に率いられた毛利軍は出雲へ入国すると、天子方の有力国人らを次々と服従させつつ、 陣を進めていく。そして、A65 年12月、1563年1月、には荒熊、荒い合いへ本陣を構え、天古市の居城、ガス山とダシロゼメを本格化させる。A66 年8月13日、1563年8月31日、毛利軍は、天古重機の第一とされる、白六城へ攻撃を開始する。この白六城は、 新事故の北岸に位置し、日本海に面した島根半島と合算戸田城を結ぶ、要衝で、あ、補給路を確保する上でも重要な拠点であった。9月21日、10月8日、天子氏は白六城を救援するため、天子道久を大将とした軍を派遣し、後世もこれに従軍する。戦いの結果、毛利軍が勝利し、天子軍は合算戸田城へ撤退した。 白六条の戦い。退却の際、軍の後陣に控えていた高世は、約200の兵を率いて、殿を担当し、追撃する、吉川元春、小早川隆影の両軍を七度にわたって撃退し、敵の首を七つ打ち取った。なお、白六条は10月中旬頃に落城している。A67 年、1564年、甘魂軍は、 杉原森重率いる毛利軍と美保の関、弓浜で戦い、後世もこれに参戦する、弓浜合戦。この時、日本海側からの補給拠点である、白六条を攻略された天子氏は、中海方面からの補給路を確保するため法規国の拠点確保と勢力の挽回に努めていた。天子軍はこの戦いには勝利するも、続く、法規国の重要拠点の一つである小高城の、 戦いで、毛利軍に敗れた。以後、放棄国は、毛利軍によって制圧されていくこととなる。こうして、天子軍は、各地で敗れつつ補給の道を断たれ、天子氏の居城、ガッサン戸田城は、完全に孤立化していくのである。A68 年4月、1565年5月、毛利軍は、ガッサン戸田城の北西3キロメートルにある星上山。 現在の島根県松江市役も町に本人を構えると、城下で麦なぎを行い合算戸田城へ攻撃を開始する。4月17日、5月16日、毛利軍は合算戸田城へ総攻撃を行う第二次合算戸田城の戦い。後世は塩谷口で吉川元春らの軍と戦い、これを撃退した。また、この戦いで後世は、 高野剣持を一気打ちで打ち取った。4月28日、5月27日、毛利軍は城を落とすことができず破れ、ガス山とダ城から約2 5トル離れた荒熊城まで撤退した。9月、毛利軍は再び、ガス山とダ城を攻めた。この戦いで、後世は、品川松陰を一気打ちで打ち取った、山中後世、品川昌院の一気打ち、また同月、 後世は、白方、現在の島根県松江市に滞在していた、小川内幸津ら率いる毛利軍を用地し、多数の兵を撃ち取った。A69 年5月24日、1566年6月11日、毛利軍は三田部ガ山と打上へ総攻撃を行う。しかし、城を落とすことができなかった。11月21日、 1567年1月1日、木内の兵糧が欠乏し将兵の逃亡者も相次いだため、これ以上戦うことができないと判断した、天子義久は、毛利軍に降伏を申し出る。そして11月28日、1月8日、義久は城を開け渡し、ここに戦国大名天子氏は一時的に滅びることとなる。義久ら天子三兄弟は、一部の従者と共に、 延明寺へ連行され、遊兵されることとなった。後世は、随住を願い出たが許されず、出雲大社で主君と別れた。その後、後世は、天子家を再興するため尽力することとなる。後世の天子再興運動は、むね三回に分けて見ることができる。天子死滅亡後、後世は、老人となる。 その後、A69 年度11年の間、1566年から1568年の後世の足取りは定かでない。諸説によれば、有馬温泉で傷を癒した後に、巡礼の姿をして東国へを赴き、武田氏、武田信玄、長尾氏、上杉謙信、北条氏、北条氏康などの軍法を伺い、越前国の朝倉氏の家風を訪ね入り、その後、 英六十一年、一五百六十八年、後世は、立原久殺なら天子諸老人と共に、京都の東福寺で僧をしていた、天子正久の維持、勝久を減続させると、各地の天子維新らを集結させて密かに、天子家再興の機会を受かった。永禄十二年四月、1五百六十九年五月、 毛利元成が大友氏を攻撃するため北九州へ軍を派遣すると、挙兵の機会を伺っていた後世は、出雲国へ侵攻を開始する。この時、後世ら天子最高軍を支援していたのは、山名雄豊であった。山名氏の総帥として、長年にわたって天子氏と敵対してきた雄豊であったが、両国であったビンゴ、ホ稲葉を、毛利氏によって制圧されてきており、 勢力回復を図るにあたって手を結んだと考えられる。もっとも、その後に、モーリ氏から要請を受けた、織田信長の軍によって、領内を攻められ、支援はままならなかったようである。6月23日、8月6日、後生らは、丹後国もしくは、田島国から数百艘の船に乗って、海を渡り、島根半島に上陸すると、近くにあった、中山の砦出を占拠する。 高世らがここで最高の劇を飛ばすと、国内に潜伏していた旧神らが続々と集結し、五日のうちに三千余りの軍勢になったという。そして同月下旬、高世ら天子最高軍は、多賀源流がこもる、新山城、新山城を攻略すると、続いて、新宿北岸に位置する末継ぐ、島根県松江市松継町。現在の松江城の建設地。 にしろを気づいて、ここを拠点、末郡城とし、山陰地方の各地で合戦を繰り広げつつ、勢力を拡大していった、天子最高軍の運州進行。7月中旬、後生は、かつての天子市の居城、合算と打城の攻略に取りかかる、天子最高軍による合算と打城の戦い。この戦いは、力攻めによる攻略とはならなかったものの、 城にこもる毛利軍の兵糧は欠望しつつあり、また、木内より投降者が出るなど天子方が優勢であった。しかし、岩見国で活動していた天子最高軍が毛利軍に攻められ危険な状態となると、後世は城攻めを一旦中止して救援に向こう。岩見に駆けつけた後世は毛利軍を腹で、軍、現在の島根県出雲市氷川地域の平野部たりで、 撃破すると、原出合戦、その後、出雲国内において16の城を攻略し、その勢力を6千余りにまで拡大させた。また、元成が、天子最高軍を討伐するため、九州より帰陣させた前原綱、関、三戸薬府などの出雲国の有力黒人を相次いで、味方につけると、出雲国の一円を支配するまでになった。さらに、 大貴国においても小高城をはじめ、中央の八津橋城、稲葉国との境にある岩倉城など、多くの主要な城を攻略。暴力を用いて、末吉城の人材元通りを寝返らせたのをはじめ、日野国一帯を支配する日野州を味方につけるなど、大貴国全土にも勢力を拡大していった。その他、三坂の高田城で常番をしていた姉婿の佐柄 七郎二郎を暴略により寝返らせるなど、稲葉、瓶ン備中、ッチュ美坂においても、勢力を拡張し、戦いを繰り広げていたことが分かっている。加えて10月11日、11月19日、大内照弘が、大内家最高を目指して、総国山口へ攻め込み、月山や片跡を占領する事態が発生する。10月15日、11月23日、 相次ぐ領内の反乱により、支配体制の危機を感じた元成は、反乱軍の鎮圧を優先させるため、九州から軍を撤収させることを決定する。10月18日、11月26日、吉川元春、小早川高景ら毛利軍は、九州から陣を撤収して、調布に帰着すると、10月25日頃に、大内家最高軍の反乱を鎮圧する。 テルヒロは、富海で自陣し、大内家最高の戦いはわずか半月足らずで、終結した大内テルヒロの乱。反乱を鎮圧した毛利軍は、12月23日に、調布にあった陣を引き払い、居城である吉田軍山城へ帰還している。A63 年1月6日、1570年2月10日、毛利テル元、吉川元春、小早川高影らは、 天子最高軍を鎮圧するため、吉田軍山城より大軍を引き出陣する。毛利軍は北上して、出雲国へ入国すると、天子方の諸城を次々と攻略しながら、合算戸田城へ陣を進めていった。一方の天子最高軍は、先の原出軍の戦いや、置きたの反乱、三保の関の合戦などによって、時間を取られ、 出雲国の拠点であるガスさんとダジョウを攻略することができないでいた。そのため天子最高軍は、毛利軍の進軍を防ぐためののぶ、現在の島根県安美市広瀬町府二陣を、張り決戦に備える。2月14日、3月20日、天子最高軍は、布部で、毛利軍と戦い敗北する、布部山の戦い。後世は、味方が敗走する中で最後まで殿として残り、 軍の崩壊を防いだ後に、巨城の末粒城へ帰還している。戦いに勝利した毛利軍は、翌2月15日に、合参戸田城に入城し、天子最高軍の包囲から城を解放する。一方の天子最高軍は、この戦いに敗れたことにより、以後水亡していくこととなる。6月、布部の敗戦により、出雲における、天子最高軍の勢力は、新山城と、 高瀬城の二城となるまで追い詰められていた。七月から八月には、両城下で、毛利軍による麦なぎが行われるなど危険な状態となるが、九月五日、十月四日、秋国で、元成が重病に陥り、吉川元春を残して、毛利輝元、小早川高景らの軍が国元へ帰還すると状況が一変する。山陰地方の毛利軍が手薄になったことにより、 後生ら天子最高軍は再びその勢力を盛り返した。後生ら天子最高軍は中海における海軍の重要拠点である十、上山城や末吉城など、出雲、宝器の国境にある城を次々と奪還するとともに、一時、清水山要害を攻略して再び、合算戸田城へ迫った。また、高瀬城にこもる前原綱間との連携を図るため、新宿北岸に、 万願寺城を奪い増築する。吉川元春を追い詰め、その居城である寺崎城、平田城へ攻め込むなど、その構成を強めている。さらに、沖国の国人、沖壇城西門野城を味方につけることに成功しており、日本海側の政界権も取得しつつあった、天子最高軍は、再びその勢力を島根半島全域にまで拡大する。元気元年10月6日。 五百七十年十一月三日、出雲国における、毛利軍列勢の知らせを受けた元成は、毛利軍を援護するとともに、日本海側の聖会権を奪還するため、直属の水軍部隊、小玉治萌を派遣する。この援軍によって、その後の戦いは、次第に毛利軍が優勢となり、十月下旬頃には十上山城が、十二月には、万願寺城が落城するなど、 天子最高軍の勢力は次第に縮小していった。そして、元気2年8月20日、1571年9月8日頃には最後の拠点であった新山城が落城。老城していた天子勝久は落城前に脱出して沖へ逃れている。同じ頃、末吉城にこもり戦っていた高世も敗れ、吉川元春に捕らえられた。 捕らえられた高世は、小高城へ遊兵されることとなったが、宍戸高家と口場通り領の除名単願により、総国沢軍特事と白国汗入軍大戦に、各戦艦の所領を与える約束がなされた。しかし高世はこれを受け入れず、その後に隙をついて脱出している。こうして、山陰地域から天子最高軍は一掃され、一回目の最高運動は、失敗に終わった。 織田か城から脱出した後生は、海を渡って、沖国へ逃れると、元気三年三月から四月、五百七十二年二月から三月、頃には再び海を渡って本土へ戻り、田島国に潜伏する。そして、瀬戸内海の海賊、村上武雄氏や三まさか三浦氏の重臣、牧正春らと連絡を取りつつ、再び、天苔再興の機会を伺っていた。なお、 この時、後生は、亀井生を名乗っていたようである。元気四年、1573年初頭、後生は、田島国から、稲葉国へ攻め込み、桐山城を攻略して、拠点とすると、様々な軍事活動を開始する。後生は、稲葉国を足がかりに、放棄、出雲方面への勢力の拡大を計画していたと思われる。この時、 稲葉国の実質的な領主は、毛利法の国人、武田隆信であった。隆信は、猿江六六年、1563年に、当時の稲葉国主、山名豊数と争って、勝利を収めると、毛利氏と連携を取りずつ、稲葉の地で、勢力拡大をしてきた人物である。後世ら天子最高軍は、豊数の弟で、 山梨再起を目指す山名報告を味方につけると、稲葉国の各地で転戦し、勝利を収め、勢力を拡大する。そして、天正元年8月1日、1573年8月28日、古式山城の戦いで、武田軍に決定的な勝利を得ると、鳥取の田野も崩れ、高信の居城、鳥取城攻めを本格化させる。アマ最高軍は、 約戦の兵で、武田軍五千が籠もる鳥取城へ攻め寄ると、その後も攻勢を続け、同年9月下旬に鳥取城を攻略した天子最高軍による鳥取城の戦い。城に籠もっていた武田家臣らは、天子最高軍に人質を差し出し降伏した。鳥取城には山名報告が入り、天子最高軍は、私部城に本拠を構え居城とした。 後世は、その後、10日の間に15条を攻略するなどして、勢力を3千余りに拡大し、東稲葉一円の支配に成功した。ところが11月上旬、山名報告が、電光工事などの怪獣により毛利方に寝返る。天子最高軍は、わずか1ヶ月余りで毛利氏に鳥取城を奪い返されてしまった。 鳥取城を奪われ勢力が不安定となった後世は、その後、稲葉各地で様々な軍事活動、調略を行い、稲葉平定に向けて尽力することとなる。稲葉国内で毛利軍と交戦する一方、三まさかみほや美全国の浦上氏、武全国の大友氏などの反毛利勢力と連携を図るとともに、密かに織田信長が下の柴田勝家へと連絡を取って、 体制の立て直しを図ってった。これら戦いの中で、後世は、天正二年十一月、1574年12月、三坂三浦氏の居城、高田城で、浮田直家軍を撃退し功績を挙げたとして、大友総林から火薬の原料となる塩章一粒をもらい受けるなど、死入る。天正三年五月、1575年7月、 田島国の山名雄豊が、毛利氏と、芸忠氏は僕と呼ばれる和平交渉を成立させる。かつて、毛利氏と敵対し、天子最高軍を支援していた、雄豊であったが、この頃は信長に、田島の支配権や行野の銀山に対する権益を脅かされつつあり、毛利氏と手を組むことは重要であった。 田島山梨しの支援を受けられなくなった後世は、天正三年六月十四から十五日、七月二十一から二十二日に、稲葉国の若桜、鬼ヶ城を攻略し、拠点をここに移す。元の居城、渋城には、亀井これのりが入ったとされる。この若桜鬼ヶ城は、稲葉国から田島、張間へ向かう、山間交通路の結節点に位置しており、 敵対する山梨の本拠である田島を避けつつ、張馬から京都へ向かうルートを確保するという目的があった思われる。6月、吉川元春と小早川隆景は約4万7千の兵を率いて今場国へ軍を進め、天子最高軍への総攻撃を開始する。元春ら毛利軍は天子最高軍の諸城を次々と攻略するとともに、8月29日、 10月2日には後世がこもる若桜を二ヶ城へ攻撃を開始する。天子最高軍は毛利軍の攻撃を防ぎ撃退することに成功するも、10月上旬頃には私部将が落城し、稲葉における天子最高軍の拠点はこの若桜を二ヶ城の一以上を残すのみとなるのである。しかしながら、その後の天子最高軍の奮戦や山陽方面で、 おだしと毛利氏との間の緊張が高まったことなどにより、10月21日、11月23日、毛利軍は若桜鬼ヶ城の周辺に多数の付け城を築いて元から撤退する。ところが、半毛利勢力の三村氏の滅亡、浦上氏の衰退、また支援を受けていた三正か三浦氏が毛利氏に降伏したことなどもあり、天子最高軍は稲葉国において、 完全に孤立化する。さらに、元春ら毛利軍主力の撤退後も、稲葉の毛利勢から圧力を受け続けたこともあって、天正四年、1576年5月頃、天子最高軍は、若桜、鬼ヶ城を退去し稲葉国から撤退する。こうして、二回目の天子最高運動も失敗に終わった。稲葉国より撤退した高勢は、織田信長を、 頼り慶へ昇る。慶で信長に面会した後世は、信長より、良き男と称され、四十里影という春馬を賜ったと言う。その後、後世は、織田軍の下で、天子家最高を目指すことになる。天正四年、1五百七六年、後世ら天子最高軍は、明智光秀の軍に加わり、田島や義城攻めや丹波もみい城攻めに参加する。 十一月、明智軍が、もみ城を攻めて敗れると、後生ら天子最高軍は、明智軍の殿となり、追撃する、旗の赤井軍を迎え撃って切り崩し、軍の崩壊を防いだことで、光秀より褒美を賜っている。その他、丹波攻めの際には二度の比類ない働きをした。天正五年、1577年、後生は、信長の着し、織田信忠に従い、 片岡城攻めや松永久秀が牢上する、杉山城攻めに参加する、杉山城の戦い。後世はこの時、片岡城攻めでは一番乗り、杉山城攻めでは二番乗りの功績を挙げた。また、この戦いで、後世は、久秀配下の将、河合将軍を一気打ちで打ち取っている。10月、信長の命令を受けた、橋場秀吉が張前進軍を開始すると、 後世ら天子最高軍は、明智軍を離れ、秀吉軍の下で戦うこととなる。12月1578年1月、秀吉が、張馬西部の毛利法の拠点である、光月城を攻略すると、後世は、主君、天子勝久と共にその城に入る。天子最高軍は、この城を拠点として、最後の天子家最高を図っていく。光月城は、小ぎであったが、 微前、三ハリマの国境に位置し、この地域を治める上で重要な拠点であった。常磐となった高世は、この区域の守備を行うとともに、小田氏と三鷹、エミ氏との仲介を行うなど、三鷹黒人の怪獣、調略を行ってゆく。天正六年二月一日、1578年3月9日、浮田軍の将、真壁二郎四郎が、 約三千の兵で、光月城を攻める。この戦いは、後世が、約八百の兵を率いて、浮田軍を要地ちし、次郎四郎を討ち取って、天子最高軍が勝利している。二月中旬、三月下旬、三木城の別所長春が信長に反旗を翻し、毛利氏に味方する。小田氏と交戦状態にあった毛利氏は、これを後期と捉え、四月、吉川元春。 小早川高影ら率いる3万以上の兵を持って、針馬に進軍する。そして4月18日、5月24日、天子最高軍が籠もる光月城を包囲する。5月4日、6月9日、毛利軍による光月城包囲の知らせを受けた秀吉は、荒木村重らと共に1万の軍を率いて、光月城の救援に向かい、高倉山に布陣する。しかし、 秀吉軍は、信長から、三木城の攻撃を優先するよう命じられたことや、6月21日、7月25日の高倉山合戦で、毛利軍に敗れたこともあって、6月26日、7月30日、二陣を引き払い諸舎山まで対する。その結果、光月城は、孤立無縁となり、兵糧が底をつき、また城を離れる者も後を絶たなくなったため、7月5日、 8月8日、天子最高軍は、毛利軍に降伏する、光月城の戦い。降伏の条件として、天子勝久及び弟の女子郎は切腹。後世と立原久綱は生け取られ、人質となる。その他、毛利氏に敵対した多く者は処刑され、それ以外の者は許され解放された。人質となった後世は、備中松山城に在陣する。 毛利リー・テルモトの死体と連行されることとなる。しかし、途上の備中国号、愛の私、現在の岡山県高橋市にて、毛利氏家臣の福間元明により暴殺された。去年十四または三十九。後世の死は、天子最高運動の終幕ではあったが、光月城陥落時に、亀井これの利率いる部隊は秀吉に従い難を逃れていたため、 天恋診断の完全な解体とはならなかった。天恋診断の一部は、亀池の下診断として、再編成され近世大名への道を歩み始める。その後は東軍に属して、関ヶ原の戦いでも、前衛の部隊として参戦、徳川幕藩体制に組み込まれ、幕末を迎えた。長男とされる、山中美幸元、河野池新六は、父の死後、 武士を廃して、摂津国河辺郡河野池村、現、兵庫県伊丹市で、酒造業を始めて、財を成し、後に、大阪に移住して、江戸時代以降の交渉、河野池財閥の子祖となった。水亡した鹿に忠誠を尽くして戦い続け、そのありさまが、皇人の金銭に触れ、皇壇などによる殉職の祖地となった。特に、 江戸時代には忠義の武将としての側面が描かれ、悲運の英雄としての山中鹿之助が作られていく。これが世に広く知られ、武士道を精神的な支柱とした、明治以降の国民教育の題材として、月に七々八個を祈った話が教科書に採用された。後世の前半生は確実な資料が残っておらず不明な点が多い。軍記資料も、 生まれた場所や年など記載に相違がある。一般的に、出生日は、対抗期、古代兵器に記載される、天文十四年八月十五日、1545年九月二十日、とされる。名称原稿録によれば、天正六年七月二日、1578年八月五日に三十四歳で、死亡と記載れ、逆算すると、天文十四年に生まれたことになり、 大公期、五体兵器に記載される年と一致する。しかし、最も成立の古い、雲陽軍十期では、天正6年7月13日、1578年8月16日に39歳で死亡したと記載される。これを逆算すると、生まれた年は、天文9年、1540年になる。また、陰徳太兵器、中国平乱期においても、 天正六年に三十九歳で死亡したとする。そのため、出生年を天文九年とする説がある。なお、通説では、死亡した日は、天正六年七月十七日、千五百七十八年八月二十日、とされる。これは、山中経図草案、片寄せ家府によるものである。出生地においても定かでない。一般には、合算戸田城のふもと、 現在の島根県安木市広瀬町に生まれたとする。これは、太閤期によって記載され、現在も屋敷跡が存在する。雲洋軍実機、五大兵器では、学園寺のふもと、現在の島根県出雲市別所町に生まれたと記載され、屋敷があった地が伝えられている。その他、信濃国の三上町で出生した説もあり、長野県南焼村には、 山中鹿之助高生高生誕の地資料館がある。有毛な美男子であったとされる高生であるが、その要望については、諸説がある。高生は三日月の前立てに、鹿の角の脇立ての兜をした姿でよく知られる。講談や小説などにおいてもこの姿で描かれることが多い。合算戸田城後に立つ、高生の銅像もこの姿で作成されている。通説では、この兜は、 山中家に先祖代々から伝わるもので、後世が家を継ぐにあたって譲られたとされる。しかし、太閤記や雲用軍実記などの軍記資料によると、その兜の様相は多少異なる。後世の通称、自、鹿之助の命名についての逸話がある。後世の妖名は、人次郎といい、病弱な兄に代わって、家督を継ぐ時に改名して鹿之助と称した。一般には、 この時譲り受けた兜に三日月の前立てと鹿の角の脇立ちがついていたため、兜にちなんで名前を鹿之助と改めたとされる。その他には山の中で鹿のごとく走り回る姿を見て、名前を鹿之助としたとする説などもあるが、軍記資料に残る解明の理由は次の通りである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。